さんこんにちは、鈴鹿です。さっちゃんと2人で京都に来ておりましてですね、赤澤香織さんがなんと京都でギャラリーをされるということで基準を一から選びに来ました。皆さんこんにちは、鈴鹿です。今日はですね、さっちゃんと2人で京都に来ておりましてですね、なんで京都に来たかと言いますと、私の大好きなですね、赤澤香織さんがなんと京都でギャラリーをされるということで、今日2人で遊びに行きたいなと思います。予約制になってまして、11時から予約しているので、まだ朝なんですけど、11時からギャラリーの方を覗きに行ってちょっと楽しんで、お昼食べて、京都ぶらぶらね、楽しみたいなと思います。久しぶりじゃない、姉妹でこうやって来るの。さつきさんどうですか？てかマスクかぶってるって、さっちゃんも割とうちの影響で赤澤香織さんの本は見さされてるもんな。本はな、動画撮影の方を赤澤さんにギャラリーでしていいかちょっと事前に確認したんですけど、2年ぶりかな、まあ、コロナとかもあって2年ぶりの開催ということで、相方と何やった、ひっそりひっそりと今回はやりたいということで、ご返答いただいたので、動画ではご紹介できないので、写真でね、お楽しみいただきたいと思います。いくら丼みたいな、なかなかそばといくら一緒に食べるなと思う。これハモちゃん、ちょうだい1個いる？何？パリパリ、テーラーにね、生地を探しに来たんですけど、めっちゃ種類ある。すごいよな。タチの何かな？マスク。かわいいマスク作る。とりあえず裏地買った。よし。表はリブで。裏地が牛さん。牛。かわいい。で、ここ、なんかリボンみたいなマスク。これ気持ちよさそう。いいよ。幅は変えれへんから、言ってたよな。言ってた。かわいい。ちょっと多分高いな。めっちゃ楽しい。こんなんはブルー。ブルーじゃなくてもいいかな。オレンジはかわいいんじゃん。うん。エレベーターお願いします。はい。
というわけで今ですね、買い物終わって、さっちゃんのあの、オフィシャルやんな、はっちゃん。あの、彼氏さんが迎えに来てもらって今車なんですけれども、あの、赤澤香織さんのギャラリーで買ったものめちゃめちゃあるんで、それは家帰ってからちょっと購入品紹介しようかなって思います。2時間ぐらいずっと生地とか紐とか選んでて、まあいいものができるかわからないんですけど、ちょっとチャレンジして、私は巾着バッグ、さっちゃんはマスクトライしてみようかなと思います。はい。ではね、ちょっと雨降りそうな感じになってきたんで、家に帰りたいと思います。はい、帰宅いたしまして、本日の最後に、今日買った購入品をご紹介したいと思います。ちょっと思っていたより買ってしまいまして、結構あります。で、今日のメインとして、赤澤香織さんのアロハテイラーオブワイキキというギャラリーイベントに行ったんですけれども、あの、ま、テイラーってついてるぐらいなんで、昔ハワイでもう30年ぐらい経った。かなりの年月をかけて集めていたコレクションを今回ハンドメイドでガマ口にしたりとかトートバッグにしたりとか、服にしたりとか、まずこちらです。じゃじゃーん、これも手書きなんですよ。赤澤香織さんのアロハテイラーオブワイキキって書いてあるんですけど、そう、これコーヒーですね。はい、コーヒーの匂いした。したアロハテイラーをイメージして豆の方を調合してオリジナルで作られたコーヒーになります。私コーヒー好きなのでちょっと記念に買ってみました。はい、鎌倉の方のお店って言ったかな。で、ここもアロハテイラーのもうオリジナルのシールが貼ってあるので、そのアロハテイラーのみで飲むことができるコーヒーとなってます。これさ、うん、写真撮ってるところにでっかい写真だけ入れて、かわいい、あり。で、これ本なんですけれども、私あの赤澤香織さんの本もすでに、何冊も持ってまして、でもこれ持ってなかったのが売ってたので買いました。ゴーゴーファーマーズマーケットインハワイということで、ハワイのファーマーズマーケットが、特集されている、見てるだけで楽しいような本になってます。赤澤香織さんの何がいいかって、あの本当にガイドブックと写真集の間みたいな感じで、こちら本当にもう写真が大好きなんですよ私。これはもうまた私のコレクションに一つ増えました。え、美味しそう。これワイキキファーマーズマーケットって、え、行きたい。これちょっと後であのめちゃめちゃ時間かけてみたいと思います。次がこちら、ちょっとね雑貨になります。じゃん、これもこのアロハテイラーのオリジナルのパッケージになってるんですけれども、さっちゃんのからどうぞ。私はこれだけ、じゃん、ガマ口のコインケースですかね。はい、中はたらん、めっちゃかわいいアロハテイラーオブワイ、全部ハンドメイドです。昔とかのあの生地、アロハシャツとかの生地がもったいないから作ったんです。赤澤香織さんがハワイに訪れた際に購入していたそのアロハシャツ、結構ヴィンテージのアロハシャツをほどいて、こういうガマ口の小銭入れだったりペンケースとかポットとかに全部作り直しておられるのが展示されてるんですけど、これもアロハシャツだったのかな、多分アロハの生地とかを使った、本当にハワイを感じられるね。アクセサリーに旅行とかに入れようと思う。さっちゃんはアクセサリー入れ、ガマ口なんですけどアクセサリー入れみたいな感じでしようかなと思って、いいと思います。すごく、私こちらめっちゃ可愛くないですか。ワイキキって入ってるペンケースにしようと思って買ったんですけど、ここにアロハテイラーブワイキキって入ってて、なんか黄色いタグみたいになってるのは、これアロハのシャツの生地が挟んであるんですけど、これも昔のハワイの時代を印刷してあるので、こだわってあるし、ハワイが好きな方にしか作れない作品ですね、これは。で、最後ちょっと大物買っちゃったんですけど、こちらハワイ詳しい方だったら見たらおーってなるかもしれないんですけど、あのハワイアンバンクのあのなんていうんだろう、集金袋みたいなもんです、これ。本当に実際に使われていたものを
赤澤香織さんがずっと何枚か持っておられて、それをもう今回全部このなんかサコッシュみたいなのに、して販売されてました。で買っちゃいました。はい、選んでもらったね。そう、赤澤香織さんにこれね、あの一個一個色味が全部違うんですよね。本当に使ってたものなので、あの G がちょっとこう大きいものからあのちょっと傾いてたり、この色味が生地の色味がいろいろあるんですけど、決められなくて赤澤香織さんに選んでほしいなと思って、今回赤澤香織さんに、いいんじゃないということでこれを選んでもらいました。ここがレザーです。ショルダー部分がレザー、まあ、サコッシュみたいな感じで、あのハワイで使おうと思って。いいんじゃないですか。ここにまあ貴重品とか携帯とかだけ入れて前で使って、後ろにカメラバッグ背負うかなと思います。でですよ、最後これは購入品ではないんですけれども、これは私があの前から持ってた、この私が一番好きなね、ローカルハワイという赤澤香織さんの本なんですけど、サインいただきました。やばい、鈴鹿ちゃん、さつきちゃん、マハロ、めっちゃ気さくなってる。そう、すっごいいい方で、もう本当にハワイの知識もすごいよな。手作り のステッカーも買い物をしたのでいただきまして、ワイラナコーヒーハウスかなみたいな感じのステッカーを2人とも同じのを選びました。パソコンに貼りたいと思います。来年また編むのかわからないんですけど、気になる方はぜひチェックしていただきたいと思います。顔テカりすぎちゃう。え、ここ何、ここやばい、これツヤやで、ツヤちゃうやろ、油やん。はい、野村テーラー行く、またテーラー、アロハテイラーと野村テイラーちょっとかけてきたみたいになっちゃったんですけど、野村テイラーに2時間ぐらいいまして、なんかそれ布、布ね、布を買ったんですが、普通のこういうリブのとこ、なんてリブ、普通のリブ、なんかタンクトップとかであり、そうそう、ユニクロとかにある普通のこう伸縮性のあるリブ、これ何色って、オートミール、オートミール色の布を買いました。はい、これちょっとマスク作ろうかなと思って、これ外側で、この中側でマスク作ろうと思って、中ガーゼ買ったんですけど、こっちガーゼ、ガーゼもいろいろ種類あって、この後ろのガーゼがあってかわいい、こんな感じで楽しみです。結構出来上がり、外側はリブで中は牛みたいな、外がリブの内側、口に当たる面がモーモーさんっていうマスクを作ろうと思って、はい、あのマスクの紐調節するところとかなんて、アジャスターみたいな、アジャスターここで調節できるやつと、はいはいはい、あとこのマスクチェーンをつけたいなと思って、こういうまたモートミールみたいな色の、似たような色のね、マスクチェーンとこの、うん、マスク引っ掛ける金具、うん、みたいなを買って、で自分でミシンで塗ってやろうかなと。さっちゃんはマスクで、私はあの巾着を作ろうと思って、カバンみたいな作りたいなと思って、これネイビーなんですけど、ネイビーに裏地を巾着なんで、中側をこのちょっとなんていうのかな、ミント、ティファニーブルーみたいな、ティファニーブルーみたいな色に言ったんですけど、それをして巾着みたいに、パラコードって言って、こうアウトドア用品とかでよく使われてるようなロープみたいな素材のものなんですけど、それを紐にして、こう手持ちもつけて、これこう持つとこを巾着につけて、カバンを作ろうかなと思いまして、で一応試作品なんで、あのうまくいったらもうちょっと生地とかにもこだわって、内側アロハシャツとかにしたりとかしようかなって思ってて、これに、あ、そや、それ言って、あとこれ買いました、馬の顔のリング、こんな感じになるんですけど、かわいい、うちも欲しいぐらい、それそう、今指輪集めにハマってて、と言っても2個目なんやけど、あんまりアクセサリーしないんですよ、私たち姉妹。ヴィンテージとかって、ヴィンテージのを買いました、2500円だった、結構安かったな。最後これから、ちょっと1個だけ系統が違うんですけど、こちらカルディですね、ハワイの万能調味料のフリフリソース、煮物、角煮、すき焼き、炊き込みとかにも使える万能調味らしいんですけど、こうハワイの醤油、アロハ醤油みたいなパッケージ入れ物で、
っと気になってまして、カルディで買いました。帰りに楽しみ、うん、ちょっとこれで美味しいものを作りたいなと思います。本日ちょっとハワイ漬けな感じだったんですけれども、まああの本当に私の大好きな赤澤香織さんにお会いできたので、すごくいい日になりました。はい、で思いのほか購入品もありましたんで、最後にちょっとご紹介したいなと思って帰ってきてから購入品紹介させていただきました。下の概要欄に今日ご紹介しましたスポットの情報とさっちゃんのインスタグラム YouTube の URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。